バルカンは19世紀に水星のさらに内側軌道を公転しているとされた想定上の惑星である。水星の近日点移動を解決できるものとして、その存在が考えられたが確認されず、現在では存在しないとされる。19世紀当時は、天文学会は外惑星の軌道の接動から海洋星の存在を予言することに成功したところであり。 水星軌道の近似地点移動問題も同様に解決できるのではないかと考えられた。1846年に天皇星などの軌道の接動から海洋星の位置を予測したパリリ工科大学の天文学校シュール版ルベリエは1859年にバルカンの存在を提唱した。早くもその年のうちに アマチュア天文学者のエドモン・モデスト・レスカルボーがバルカンを発見したと報告し、翌年ナポレオン3世からレジオンド・ヌール勲章を授与された。しかしこれは再現性のある観測ではなかった。その後、望遠鏡の精度の向上とサングラスフィルターを使用しての太陽高級面の実施観測において存在を示唆する観測結果が報告されたが、 決定的で再現性ある報告はなくバルカンの存在は否定的に考えられるようになる。20世紀に入り、水星の近日点移動はアインシュタインの一般相対性理論によって解決可能であることが示唆され、歴史的な日食観測を通じて一般相対性理論の妥当性が検証されると、ともにこの問題も 仮説の惑星バルカンの接動による説明は主流から外れた。当初の一般相対性理論による近似地点移動の計算数値は観測誤差から言えば正確なものとは言えなかった。バルカンを1個の天体とするのではなく、バルカン軌道に存在する多数の微小天体群の接動を考えれば、これによっても彗星の近似地点移動が説明可能とする。 バルカン属仮説も主張されたが小惑星も観測されず、より微小なゴミの集合リングが想定されたが、こちらも確認されていない。なお、2006年に惑星の定義が明確にされ、仮に微小天体群としてのバルカンが見出されたとしても、惑星には分類されない。水星よりもさらに太陽に近い軌道をとっており、表面温度は、 水星以上に高い高温の惑星であると考えられる。このため、ギリシア神話のタニア神ヘイパイストスに対応するローマ神話の火の神ウールカーヌスにちなんで命名された。バルカンはラテン語名ウルカヌスの英語での形を日本語で慣用的に表記した名である。先生実用語としては航路性と訳されることもある。それをもとに、 ヨハンガレが海王星を発見しているジョン・ダブリュー。モファット、重力の再発見。早川処房ありがとうございます。